ピアノ競争曲。ピアノ競争曲は、ピアノを独奏楽器とする競争曲。発案者は、ヨハン・ゼバスティアン・バッハで、ブランデンブルク競争曲の第5番で、自前のカデンツァを完全に寄付し時から始まった。バロック期を通じて、競争曲は非常に重要なジャンルであった。そのため、当時の鍵盤楽器の代表格であったチェンバロのための、 競争曲も多く作曲されることとなる。特に J.S. バッハのものは有名である。これらのチェンバロ競争曲は現在ではしばしばチェンバロで、なく、ピアノで演奏されることがある。バッハのチェンバロ競争曲は、弟子の指導用に書かれたと考えられている。バロック期においてはまだハンマー式の鍵盤楽器、ピアノは発展途上にあり、独奏楽器としての使用には、 必ずしも耐えうるものではなかったが、やがて18世紀になると、かなり質の良いピアノがられるようになり、作曲家たちはこの楽器のための競争曲も作曲するようになった。これはちょうど古典派の時代と一致し、主として w m o t a l t l t の手によって、ピアノ競争曲は様々な方面から、そのあらゆる可能性が追求されることとなった。 モーツァルトは27のピアノ競争曲を作曲し、それを自分自身で演奏した。またこの時代の鍵盤楽器の名手たちも自作自演用に多くのピアノ競争曲を作曲している。その代表格として挙げられるのがベートーベンであり、全部で5曲のピアノ競争曲を作曲している。特に4番、5番は非常に優れている。また、それ以降の時代にもショパン、シューマン、リスト、 ブラームス、ラフマニノフ、プロコフィエフといった大ピアニストが重要な作品を作曲している。その他、ややマイナーな部類に属するが、フンメルやフィールドらの作品も比較的知られている。ピアノの名手に限らず、いろいろな作曲家がこのジャンルにおいて作品を残している。その中でよく知られているものとしては、クリーグ、チャイコフスキーらの作品が有名である。また、 演奏機会は少ないものの、メンデルスゾーンも極めて優れた作品を残している。これらの作品は現在は、普及の名作として扱われているが、オーケストレーションを他人に任すことの多か。19世紀においては、このような作品は、価値が低く見られていた。初演が一回きりで捨てられたロマン派のピアノ競争曲は、とても退屈で、二流の陳列品だと批判された。 しかしこれらの作品はピアニストたちが作曲してヨーロッパやアメリカ各地で自ら演奏して歩いた一時的な演奏効果を狙ったような作品とは異なり音楽の内容を豊かに含んでいたため特に形式面において正当的な作曲家たちによって継承されていったその奇跡がヒューペリオン社の膨大なリリースによって確認されたのは二十世紀末話である ピアノ競争曲は20世紀においても重要なジャンルであり、21世紀になってからも作られている。20世紀以降のピアノ競争曲としては、バルトーク、プロコフィエフ、ストラビンスキー、ショスタコービチ、バーバー、ティッペット、ルトスワフスキー、リゲティ、ラウタバーラ、グラスラの作品が知られている。ピアニストから移植されることによって、ピアノ競争曲が作曲されることもある。 特に有名なのが、ピアニストのウィトゲンシュタインの例である。ウィトゲンシュタインは、第一次世界大戦で右手を失い、ピアニストとしての生命が途絶えそうになる危機が訪れたが、この時ウィトゲンシュタインは知り得る限りの作曲家に声をかけ、左手のみで演奏できる、ピアノ曲の作曲を移植した。この移植により、ラベル、プロコフィエフ、コルンゴルト、リヒャルト・シュトラウス、フランツ・シュミット、 ブリテン、ヒンデミットが左手のためのピアノ競争曲を作曲した。またこれ以後も何人かの作曲家はこのスタイルによるピアノ競争曲の作曲を試みるようになり、やがて左手のためのピアノ競争曲はピアノ競争曲の一つのジャンルとして確立されるに至った。ガンサーシュラーはこれを発展させて三手のためのピアノ競争曲を生み出している。 20世紀後半は必ずしも両者が競争関係にあることを重視しないため、ピアノ競争曲とは明記せず、ピアノとオーケストラのための作品と断り書きを入れられることも増加した。この種の作品ではピアノがカデンを披露することが省略されたりする。シモンステンアナのようにサンプラーとビデオを組み合わせる作品もある。伴奏がオーケストラとは限らない作品もある。 複数の奏者による鍵盤楽器のための競争曲としては、バロック時代にバッハによる2.34台のチェンバロのために書いた一連の競争曲の例があるが、古典時代になるとモーツァルトラによる2台や3台のピアノによる競争曲が作曲され、ロマン派の時代にはメンデルスゾーンらが作曲を試みた。カール・チェルニーは四手連弾のための競争曲を作曲しており、現在も 演奏の機会がある。20世紀には、ボーン・ウィリアムズ、プーランク、ブリスなどが二大用の競争曲を作曲している。古典的な19世紀のピアノ競争曲は、競争曲の形式に則っ,って、三つの楽章から構成される。モーツァルトやベートーベンは、この形式に則っ,って作曲している。一方、リストの循環形式のように、 様々な形式の追求もなされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。